Hello， 大家好，我是日江。从上次我们拍了日本小学生杂志的影片开始，文当就天天吵着要吃阿 K 胖炸面包。那为了完成他的梦想呢，我找了一家以日本小学为主题的居酒屋，那我们带大家一起去看看吧。今から学校行きます。学校はなんていう中国語だっけ？学校。学校。嗯。我去学校。好。那我们先看一下菜单，这个菜单很酷哎，很像那个书籍の本とか載ってない？书籍。它这里每天都有考试，礼拜一、二、三、四、五、六日每天都不一样，因为我们今天是礼拜六，所以还有这个期日六テスト。しかもここに書いてるよ、なんかカンニング禁止って、カンニングする人いるんだよね。で、校長先生の挨拶、面白いね。高学年コース飲みって言ってたもんね。そう言ってた。うん、なんか飲み放題と食べ放題と駄菓子食べ放題。いいね。うん、これでよくない？うん、それでいいよ。現在文章要叫老師，可是他覺得叫老師有點害羞。可能这个是吃东西的点餐的菜单，然后他这个就画得很有趣，而且写学籍新闻，然后这里是他们推荐的菜，他们就写有是什么新闻，然后还有这个，这个呢是饮料的菜单。これを注文するときに渡して、で注文が来たらこれを返してくれるそうです。なんかいっぱい注文させないように。そう、多分それ防止だと。はい、乾杯。乾杯。好喝，好喝，好喝，超好喝。給食いつもこういう銀のやつで出てくる。そうなの。そうそうそう。お、あこれデカスゼ、めちゃ好き。これも好きだった。デカスゼ、2個、大好き。押さない、かけない、喋らない、戻らない。マジ。袋子的包装纸上面还有写这个，就是我们要一起维护地球的环境。这点うまい棒、ドラゴン味。ドラゴン味はルちゃん食べたことある？ない。俺もない。ルちゃんなんでそんな量が多くの？あ、なんか変な匂い。めっちゃシュワシュワする。本当。姉ちゃん苦手そう。揚げパン来た。これね、給食の時一番好きだったの。しかもうちの学校もきな粉とココアあって、めっちゃ好きなの。外サクサクで、中もっちりの、外がココアときな粉の味。その日さ、休みのやつとかいるじゃん。うん、そういうやつの一個余ったやつをじゃんけんでみんなで取り合うの。へえ。いつも俺参加して頑張って取ってたの。この味、本当美味しい。どう？美味しい。なんかドーナツみたい。お、まさか。明日で。あなたは強運少女じゃなかったの？ロー中学者。中中中中中中中ロー学者。1週間に1回はでした。なんか冷凍されてて、めっちゃ美味しいの。固まってるの。これ歯が弱い人は食べれないかな。初。不好吃。え、不好吃？うん、不好吃。おお。歯が痛。初。不好吃。好吃吗？不好吃。大家看这个。这里有这个啊，这一本是给客人拿笔写东西在里面的。今日はお母さんと動物園に行きました。動物園では可愛い鳥たちがいっぱいいました。でもライオンさんはとても怖くて泣いてしまいました。なんか書かないの感想は先生。書くよ。どういう？よく頑張りましたね。先生も一緒に行きたいですみたいな。本当。そうそう。今日は川へ遊びに行きました。カニを見つけて一緒にカニさんと横歩きしましたみたいな。先生は？それは良かったですね。食べられないように気をつけてくださいね。テストですね。
まずですね、名前をひらがなで書いてもらってカンニングしないように携帯で調べないように、はい、100点満点取るとちょっとご褒美が出ます。はい、这太难，今天是脑筋急转弯，那我就去顶了。给大家看看刚才送账单过来啊，上面还要写 Thank you 啊。Thank you。なんかマジックできるらしい。今度しよう。那今天这家居酒屋呢，就是介绍给大家的日本的怀旧居酒屋。如果大家来日本的话呢，都很欢迎可以来这家居酒屋玩看。我自己觉得还蛮好玩的，楽しかったね。ね、美味しかったし。ぜひ揚げパン食べてみてください。うん、絶対美味しいから。いろいろ面白いから、もうみんなもし日本に来たらね、ぜひ行ってください。では今日の動画は以上でございます。那请大家帮我们按赞、分享，然后也可以留言给我们，我们都会看哦。那我们下次影片再见，拜拜。拜拜 ，see you next time， 拜拜。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。